マイクロソフト365がフィッシング攻撃に遭っているというニュースを報告したいと思います。2022年7月中旬、マイクロソフトが注意喚起を行っています。2021年9月以降、1万を超える企業組織にフィッシング攻撃が行われています。特徴は多要素認証を破り、メールアカウントなどを乗っております。多要素認証の一つ、パスワードとワンタイムパスワードを使ったものが挙げられると思います。フィッシングの攻撃方法は、まず最初に偽メールを送り、偽サイトに誘導します。続いて本物そっくりの偽サイトでパスワードを入力させます。そして次にユーザーがパスワードを入力すると、そのパスワードを使いフィッシングサイトが本物のサイトにログインを試みます。続いてパスワードが正しい場合、フィッシングサイトに認証情報を要求されるので、その要求をユーザーに送ります。これはあたかも多要素認証のような素振りに見えます。そして続いてユーザーはスマホに届いたワンタイムパスワードを偽サイト上で入力してしまいます。すると偽サイトに入力されたワンタイムパスワードを使って本物のサイトにログインして乗っ取りを完了させます。マン・イン・ザ・ミドル、 MITM 攻撃と呼ばれています。マイクロソフトでは AITM、 アニバーサリー・イン・ザ・ミドル・フィッシングと呼んでいます。このフィッシングの目的は、ビジネスメール詐欺、取引相手になりすませて金銭を振り込ませるというのが目的です。その方法を見たいと思います。最初に不正ログイン後、メールサービスにアクセスします。続いてユーザーがやり取りしている支払いなどに関するメールを拾い集めます。そして商取引を発見すると、取引に割り込んで偽の請求書を送りつけます。マイクロソフトの報告では、不正ログインからわずか5分後にビジネスメール詐欺のメールが確認されたというケースが報告されています。今回のマイクロソフトの事例から、ワンタイムパスワードは使わない方が良いと言っているわけではありません。そもそもマイクロソフトからメールでログイン画面に誘導されるといったことはありませんので、この時点で疑うべきです。またマイクロソフト365のログイン画面はブックマークなど自分で管理し、その URL からしか入らない、URL 以外は使わないといったことを徹底することを私はお勧めしたいです。さらに URL のチェックをしていれば、偽サイトの URL を送られたときに目視で判断ができるようになります。多要素認証が破られるケースは、メールをやり取りするときの危機感の持ち方が招くケースであることを学びたいと思います。